仕事を持たない僕はひばりちゃんにとって無価値な人間なんだね。ひばり様、そろそろお時間ですが。ちゃんと起きてるわ。今行くから。ではダイニングでお待ちしております。わかったわ。あれ？今日、シオンさんは？あいつなら出かけたぜ。こんな朝早くに？なんか用事があるとかで。あんな早起きなシオンさん、俺初めて見ました。そう。ひばり様、おはようございます。つむぎ、帰ってき、うん、ご実家から戻ってきたのね。はい、ひばり様に会いたくて超特急で帰ってきましたわ。家の方はもう大丈夫なの？本当にイライラする用事でしたけど、パパッと片付けさせていただきました。はあ、こうしていると癒されますわ。栄養補給、栄養補給。Thank you.
あの、ひばり様？ごめん、つい。もしかして、私がいなくて寂しかったんですの？いや、あの、その、なんとなく。そうですか。シオン？まだ帰ってきてねえな。そうなの？今日は夜中まで戻らないって連絡があったよ。夕食も外で取るらしくて。そうなの。ひばりさん？どうしたんですか？ううん、なんでもない。ひばり様、お茶をお持ちしました。ありがとう。失礼いたします。カスガ、シオンさんはもう帰ってきた？いえ、まだですが。どこに出かけたか知らない？いえ、私は何も。いつ帰ってくるのかも知りません。そう。
わかった。大丈夫だよ。大丈夫、わかってるよ。ちゃんとやるってば。ユリカ、僕のことなんだと思ってるの？よくわかってるじゃない。はいはい、それじゃあまた明日。じゃあね。あれ？ひばりちゃん？ただいま。今日は遅くなっちゃってごめんね。いえ、お帰りなさい。ひばりちゃんはそろそろ寝る時間？ちょっと遅いけど、ハグ、いつもみたいにしとく？いや、それはいい。今日は撫でるだけになっちゃった。ごめんね。え？だから。よし、これで終わり。今日はもうお休み。お休みなさい。なんだ、今日もシオンはいねえのか。ああ、朝食は出先で食べるとか言っていたな。シオンさん、最近すごく忙しそうですよね。家にもほとんどいないし。どこで何やってんだかな。聞いても秘密とか言ってごまかされるしよ。お嬢、なんか聞いてねえのか？知らない。Thank you.
ひばりちゃん、こっちこっち。ああ、お帰りなさい。今日、数学の先生がお休みだとか。ええ。最近寒いですから、体調を崩されたのかもしれませんわね。そうね。ひばり様も気をつけてくださいね。これはもう見ていられませんわね。え？こういう時はあれしかありませんわ。というわけで、女子会パート2ですわよ。しょうがないか。でも、どうして急に？思い悩むこともロマンスの糧。そう思い様子を見ておりましたが、さすがにもう見過ごせませんわ。ひばり様の心の平穏を取り戻すべく、今日は心ゆくまで相談に乗りますわよ。つむぎ。ささ、ひばり様。憂鬱なため息の原因を遠慮なく打ち明けてくださいませ。今日は私も付き合う。ちょっと気になるし。ありがとう。二人とも。それで、あれから何があったわけ？それが…やっぱり、やっちゃったか。本当は、あんなひどいことを言うつもりじゃなかった。きっと、すごくすごく、シオンさんを傷つけたんだと思う。でも、言ったことは取り消せないし、だから、せめて謝ろうと思ったんだけど、肝心のシオンさんと、ほとんど会えなくて。彼のお部屋には行きまして、他にもすれ違いざまに声をかけるとか。私が家にいるときはいつだって出かけてるから、
すれ違うこともできなくて。そうですの。ごめん、私があんな提案したせいで。有村さんのせいじゃないわ。結局のところ私がシオンさんを信じきれていなかったのが原因だ。好きだと言ってもらえて嬉しかったはずなのに、それだけじゃ怖かった。もっと確かなものが欲しくて欲張りすぎた。完全に自業自得。ひばり様、落ち込むのはまだ早いですわ。でも本人から嫌いだって言われたわけじゃないんでしょ。私的には勝手に思い込む方が危ないと思うけど。そうですわよ、まだチャンスはありますわ。次に真由泉さんに会えた時に今のあなたの気持ちを正直に伝える。それだけでなんとかなるはずです。そうなのかな。そうですわよ。あんたがしたことは確かにあれだったと思うけど、それだけで終わるような関係？その程度じゃないからこそ、あんたもそんなに悩んでるんでしょ？そう、よね。ありがとう。私、シオンさんとどうにかして話してみる。ええ、その意気ですわ。ま、何にせよ話してみないとどうにもならないしね。というわけで、今は甘いものでも食べて、たっぷりと英気を養いましょう。あ、店員さん、注文よろしいでしょうか。さすがに頼みすぎよ。こんなに食べられない。三人で頑張りましょう。私ダイエット中なんだけど。悪い。
夕食はいりませんわね。さすがに私も。でもありがとう、二人とも。おかげで元気が出てきたわ。ひばり様の笑顔を見るためなら私何だってしますわ。私これから行くところあるから、そろそろ撤収してもいい？私も家に帰ったら取りためたアニメを消化しないと。そろそろクリスマスコフレの時期か。今年はどこのにしようかな。デザインが可愛いですわよね。毎年目移りしてしまって。この鳥のように愛しい彼女が飛び込んできてくれたらいいのに。彼が探し求める運命の恋人は未だ見つからない。ずっと君を探してる、僕だけの恋人。CM？ すっごい綺麗な男の人だったね。初めて見たかも。あんなモデルいたかな。あのひばりさん、今のって、もしもし？な？
シオンさんは？ひまりさん、ひまりさん、ひまりさん、見てください、これ。あなたたちも見たのね。おう。それに、ナユタがこんなものまでもらってきてね。ドラッグストアで配ってたから、思わずもらっちゃいました。しかもこれだけじゃなくて、ポスターも店内のいろんなところに貼ってありました。あいつが最近いなかったのってこれのせいか。しかしモデル復帰でいきなりこのブランドとはね。ただいま。シオンさん！おい、なんだよこれ。見ての通りだと思うけど、ちょっとモデル復帰してみた。はい、プレゼント。コフレはクリスマスにあげるけど、とりあえず今回はこれだけ。試作品だからみんなには内緒だよ。ああ、ありがとう。でも、どうして。君がそれを聞くの？私のためなの？うん、そうだよ。あれからいろいろ考えてね。でも復帰はしたくないって言ってたのに。それはそうなんだけど、それ以上に君の望みを叶えたいと思ったから。僕にとっては違っても、君にとって大事なことなら優先すべきなんじゃないかって。シオンさん、よくわかんねえけど、完全にモデル復帰したのか？どうだろう。ただもともと名前は事務所に登録してあったから、肩書きとしては前からモデルだったよ。社長からは何度も仕事するように打診されてはいたし、すごい！全然知りませんでした。まあ、言ってなかったしね。
でもやる気になったって言ったら、あっという間に仕事を決められちゃった。僕の気が変わるとでも思ったのかな。おかげでものすごく忙しくなりそう。またあんまり帰ってこられなくなると思うけど、でも頑張るから見ててね。食事の用意が一人分楽になるよ。まあ、頑張ってくれ。面白いね。期待してるぜ。俺もすっごい応援してます。ありがとう、みんな。行ってらっしゃいませ。ええ。ねえねえ、あの CM 見た？見た見た、即予約しちゃった。コフレも素敵だったけど、あのモデルさんものすごく綺麗で。お名前わかります？他に何か出てらしたかしら。ああ、とても気になる。シオンですって。詳しいプロフィールは非公開らしくて、もっと彼のことが知りたいわ。おはようございます、ひばり様。つむぎ、おはよう。まゆずみさん、すごい人気ですわね。そうね。Thank you.
ねえ、つむぎ。はい、何でしょうか。私、みんなに見られてない？ここだけの話なのですが。実は、シオンがひばり様の知り合いではないかという噂が流れているのです。え？どうして？ほら、以前に4人揃っての公開プロポーズがありましたでしょ？その中にシオンに似た人物がいたような気がすると誰かが言い出したようで。よくそんな前のことを覚えているわね。それはもう衝撃的な出来事でしたから。ちなみに午前中、私に聞いてくる子もいましたわよ。もちろん適当に濁しておきましたが。学校で真由澄さんのことを話すのは避けた方がいいかもしれませんわね。そうね。ひばり様、放課後は空いてまして？お？ええ。内緒話のお供にぴったりの方からお誘いですわ。久しぶり、お姉様。ルー君？この近くで撮影をしていたらしいんですの。それで私たちにコンタクトを。だってアメシストの復活だよ。語り合うならお姉様たちしかいないし。 CM お姉様たちも見たでしょ。たった数十秒のことなのにすっごい雰囲気出てたよね。業界でもすごい噂になってるんだよ。みんなあらゆるつてを使って彼とコンタクトを取れってね。まあプロの目から見てもやはり真由澄さんは別格ですのね。もちろん、それでこそ僕の憧れのアメシストだよ。ねえねえ、お姉さまってシオンさんの恋人なんでしょ？今後の展開とか聞いてないの？え？それならきっとひばり様次第ですわ。ちょっとつむぎ。なになに？どういうこと？何しろ真由澄さんはひばり様への愛を証明するためにモデルに復帰したのですから。そうなの？じゃあシオンさんの仕事についてはお姉様を通せばいいってこと？違います、私だって何も知らないの。確かにきっかけは作ったけど。
今後どうするかはシオンさん次第だと思うわ。そっか。実はね、前に撮った写真のこともあってルーにも共演オファーが来てるんだけど、シオンさんが断っちゃうから実現しなくって。今のうちにシオン人気にあやかりたかったんだけどな。そんなに焦らなくてもルー君は今でも十分活躍しているじゃありませんか。それだけじゃ足りないの。だってルーはルクレールの天使になるのが一番の夢なんだから。ちっちゃくて可愛いのは今だけだよ。天使になるなら今、今しかないの。ルー君のそういうところは素直にすごいと思うわ。ありがとう。そんなけなげなルーのためにシオンさんにもそれとなくアピールしといてくれてもいいんだよ。それとこれとは話が別。ちぇ。あれ、お嬢、何こんなとこで突っ立ってんだよ。浮かない顔してんね。シオンがいなくてそんなに寂しいかい？別に、そういうわけじゃ。だよな。シオンがモデル復帰したのってお嬢のためなんだろ。気が乗らねえことには指一本動かそうとしねえあいつが今や時の人だ。あれだけのことをしてくれるなんて女冥利に尽きるってやつだよな。どうだ、これでだいぶグラッときた感じか。お嬢、あなたには関係ない。
それに王子は茨の檻を壊さなきゃ姫を助けられないのよ。自分でバラも摘めないくせに。そこはどうとでもなるよ。ほら、王子パワーみたいな。原作でもそんな感じじゃなかったっけ？王子パワーはどこに行ったわけ？久しぶりじゃねえか。こんな時間にお帰りか。最近いろいろ忙しくて。そういうタイガはまた夜更かし？ああ、ちょっとな。つかお前、腹減ってね。夜食食おうと思ってたんだ。付き合いや。こんな時間に食べるのは。そういえば今日は忙しくてろくに食べてなかったかも。決まりだな。行こうぜ。うん。夜食って何を食べるの？ちょっと待て。多分冷蔵庫の中に。お、やっぱあった。一夜の作り置き。これ温めて食おうぜ。そういえばみんな元気？最近会えてないけど。いつも通りだぜ。相変わらず一夜はうぜえし、ナユタは迷惑なほど騒がしい。ひばりちゃんは？俺だけならタッパー直食いでもいいんだけどな。ま、皿に移し替えただけで勘弁してくれ。味は保証する。うまかったし。作り置きっていうか普通に夕食一食分だよねこれ。まあね。あ、飯いるか？
おかずを少しつまむだけにしておくよ。そっか、じゃ俺がもらっとく。最近ずっとお前がいないから作った料理が余っちまうんだって。一夜が文句言っててさ。え？でも僕、食事がいらないときはちゃんと一夜に連絡してるよ。バーカ、察してやれよ。お前が腹すかして帰ったときに食わせる分に決まってんだろ。その証拠に最近冷蔵庫には必ず作り置きが入ってるし、ナユタにも絶対食うなって厳命してる。割とお人よしだよね、彼。一応ライバルなのに。そういうやつだろ。うん、そうだね。ナユタだって寂しがってるぜ。あいつお嬢がいねえときはお前の世話して時間潰してたろ。役目が一つなくなっちまったせいで暇持て余してんだろうな。おかげで俺が絡まれまくりだ。そうなんだ。いっそのことナユタに付き人を頼めたらいいのにな。今のマネージャーは頭が固くて融通が効かないんだよね。おお、さすが芸能人ともなるといろいろ大変そうだな。なんで急にモデル復帰した？どうしたの急に。そんなのお姫様のご要望があったからだよ。本当にそれだけか？タイガ、僕ひばりちゃんに告白したんだ。そうか。で、君たちには悪いけど彼女の心は僕に向いていると思う。そうなるように時間をかけてゆっくり彼女の心を溶かしてきたつもりだけど、あと一歩足りないんだ。つまりモデル復帰はそのあと一歩のためか？うん、まあそういうこと。お前、さっきお嬢がどうしてるか聞いたな。どうしてると思う？
あいつ完全に落ち込んでたぞ。テレビでお前の CM が流れるたびに泣きそうな顔するから、みんなテレビをつけなくなった。食も細くなっちまってさ、一夜がハラハラしてる。ナユタが付きまとっても無反応だし。いっそ怒らせようと思って俺がきつめにからかってみたら、本気でへこまれて焦ったよ。タイガってそういうとこ下手だよね。笑い事じゃねえっての、一体何考えてんだ。これからどうするつもりだよ。ねえタイガ、僕はね、今まで求められるまま答え、相手を満たすことを喜びとしていたんだ。だからひばりちゃんに対してもそうするつもりだった。だけどあの子は決して自分の願望を口にはしない。見ていてわかりやすいくらい求めてくるくせに、そう思ってる自分を認めようとすらしないんだ。ああ、お嬢ってそういうとこあるよな。それでも時間さえかければきっといつかは素直に求めてくれるようになると思ってた。僕にもそれくらいの余裕はあるつもりだったし、けどそうでもなかったみたい。ん？なんかあったのか？無職の僕じゃ登場家にふさわしくないって言われちゃったんだよね。いや、そのでもさ、多分お嬢のことだから本気じゃなくて。分かってるよそんなこと。じゃあどうして。彼女のことはちゃんと見てきたから、何が不安で何を恐れてるのかもなんとなく分かってるよ。だけどそれを言われた時、プツッと何かが切れたんだよね。あ、僕この子泣かせたいって。いつもみたいに黙って待つんじゃなく、もっと強くあの子に求められたくなった。僕がいなくちゃ嫌だ、僕が欲しいんだって言わせたい。そのためにはちょっと意地悪をしてでもひばりちゃんを追い詰める必要があるでしょ。お前な、普通好きな女は泣かせたくないって思うもんじゃねえのか。普通はね。でも僕のために泣いてくれるなら別。このドエス。うん、でも初めてなんだこんな風に自分から求めるの。どうしても逃がしたくなくて、なりふり構わず動くなんて。来いって
すごいよね。シオ、ねえタイガ、だから今は黙って見守っててほしいんだ。きっとこれが一番の近道だから。随分と信頼してくれてるようだが、忘れてねえか？一応俺たちはライバルってやつなんだぜ。お前がのんびりモデルやってる隙にお嬢を奪おうとするかもしれない。タイガは、君たちは僕の敵にはならん。ほう、勝者の余裕ってやつか？違う。君たちは彼女が好きだから、大事だから、きっとひばりちゃんを泣かせるような真似はしない。僕と違ってね。そうでしょ？まあそうかもな。そもそも一夜もなゆたもバカじゃねえし、大体のところは察してる。俺もまあお嬢がいいならそれでいいかと思ってるしな。ただのことなら目をつぶってやるが、くれぐれもやりすぎんなよ。物には限度ってもんがあるからな。うん、大丈夫、わかってるよ。みんなに怒られるのは怖いしね。その代わりタイガにお願い、あの面倒くさい執事君を押さえておいてくれると嬉しいな。春日か。僕、執事君に随分嫌われちゃってるみたいだから、多分一番邪魔になるのは彼だと思うんだ。だからタイガ、よろしくね。高くつくぞ。任せて。僕、頼りになる友人ならたくさんいるから。ったく、これのどこが天使なんだか。天使は過去形。今は一人の女の子に恋する。た。おはよう。あ、ひばりさん、おはようございます。待ってて、すぐに朝食を出すよ。自信作なんだ、期待してて。ありがとう。
あ、そうだひばりさん、これ見てくださいよ、これ。これ朝一でコンビニ行って買いました。今日発売だってニュースで見たんで。お前そういうとこミーハーだよね。ついにメンズ雑誌にも登場か。なかなか道に行ってるね。そう思わないかい？シオンさん、写真ばっかりでインタビュー記事とかは全然ないんですよね。そういう営業方針なんじゃねえの？どれどれ。お、このグラドルいい乳してんな。シオン紹介してくんねえかな。普通に考えて無理じゃないか。ワンチャンあるかもしんねえだろ。とりあえずナユタ、このページもらうぞ。ああ、ダメですよ。この雑誌には後でシオンさんにサインしてもらうよ。ああ、バカかお前。一緒に住んでるやつのサインなんかもらってどうすんだよ。だって芸能人に会ったらまずサインもらわなきゃ。なんかこう自慢じゃないですか。まあわからなくもないよ。知り合いが有名になるとちょっと嬉しくなってしまうよね。最近家の周りに集まっている子たちもそういう感じなんだろうし。家の周り？はあ、シオン狙いの女の子たちがね。君が学校に行っている間によく見かけるんだ。そんなことが？春日、そのあたりの処理はあなたに任せたはずじゃ。それが困ったことに、情報源は以前から真由澄様の姿を見かけていた近所の方々の口コミな。マスコミの口ならいくらでも塞げますが、一般人の口を塞ぐのは逆に難しく。ほえ、大変ですね。今のとこはまだ平気だろう。あいつがたまに帰ってくるのって大体真夜中だしね。え？一昨日も帰っていたみたいだね。冷蔵庫の中身が少し減っていたよ。
なら多分ほとんど寝てないはずですよ。一昨日の朝なら俺が起きた時ちょうど玄関出るとこでした。ああどうしたお嬢、早く食わねえと遅刻すんぞ。ああそうね。ひばり様。え？ずっと座ったきり、ぼーっとしてらっしゃるから。もう皆さんお帰りですわよ。今日はずっとそんな調子で気落ちしてらっしゃいましたわね。私でよければ相談に乗りましてよ。幸い今は他に誰もおりませんし。真由澄さんのことですわよね。そうなんだけど、何があったってわけじゃなくて、そもそもずっと会えずにいるから何もあるはずないんだけど。会えなくて寂しいということではありませんの？今まで毎日同じ家で暮らしていたのが、めったに会えなくなってしまったら寂しくなるのも当然ですわよね。寂しい。あら、違いました？だってずっと会えていないということは、撫でられたりハグしてもらったりも。寂しいですわよね。でもそんなの勝手すぎるでしょ。元はといえば私がモデル復帰してって願ったせいなのに。それとこれとは別ですわよ。好きな人に会えなくて寂しいのは当たり前の感情ですわ。ねえひばり様、寂しいのなら寂しいといっそのことをご本人に訴えてみてはいかが。はあ、そんな本人にって、そもそも会えないのに。ウィスを送ればいいじゃありませんの。きっと見てくれますわ。
そうと決まれば善は急げですわ。さ、ひばり様、スマホを。うん、あ、でも、なんて送れば。さっきのそのまま。え？寂しいの一言だけで十分ですわ。私にはわかりますわ。そんなビスを送られた時の真由美さんの反応が。ひばりちゃん、そんなに僕のことを。かわいい、今すぐ抱きしめたい。はぁ、萌えつぼというものですわ。ぐいぐい押されちゃうこと間違いなしのキラーワードですわよ。早く送ってくださいまし。さあ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 。ちょっと。待って、紬、せめて他に誤解を招かないような一言を。既読マークがつきましたわね。もう取り消せませんわよ。しっかり萌えつぼを押された。そうなの？これが？そうでなければ忙しい合間を縫って帰ってくるなんて言いませんわよ。よかったじゃありませんか。これでひばり様のお気持ちを真由美さんに伝えられますわね。そうなのかも。紬、ありがとう。お嬢じゃねえか。
今日はずいぶん早いんだなって何やってんだ。おはようタイガさん、見ての通り掃除してるのよ。掃除？なもんいつもヘルパー任せじゃねえか。いいの、今日はそういう気分だから。ほらもうそこ邪魔、用がないなら他のところに行って。お、おお。急がなくっちゃ。おかえりなさ。ただいま。え？ってあれ？ひばりさん？なんですか？変な顔しちゃって。別に、なんでも。おかえりなさい。あの、シオンさん見なかった？今日帰ってくる予定なんだけど。そうなんですか？特に見かけませんでしたね。そう。何時に帰るって言ってたんですか？お昼。お昼ですか。ええ。そうなんですか。あれ、シオンさんちょっと遅いですね。あの、大丈夫ですか？大丈夫よ、気にしないで。大丈夫よ、もちろん。Thank you.
ひばりさん、まだ起きていたのか。一夜さん、どうしたの？もう寝てたんじゃ。ちょっとね。それより君ももう寝た方がいいんじゃないかな。さすがにこの時間に帰ってくるとは思えないし。わかってる。でも、もう少しだけ。ひばりさん。ただいま。ごめんね、帰りが遅れて。遅れたって。僕も残念だったけど、でもどうしても抜けられない急な仕事が入っちゃって。いっそ仕事なんか放り出して君に会いに行っちゃおうと思わなくもなかったんだけど、多分そんなことをしても君は喜ばないだろうなと思ったから諦めたんだ。え？いくら好きな女の子との約束のためでも、仕事を放り出して逃げるような男はきっと君にふさわしくないでしょ。私のことが好きなら今のシオンさんじゃ道場の家にはふさわしくない。君の隣にいても恥ずかしくない僕でいるために仕事を選んだ。間違ってないよね。
ごめんなさい。どうして謝るの？それは…だって、私、あなたにひどいこと…ひどくないよ。君は正しいことを言っただけだよ。だから謝ることなんてない。前にも言ったけど、あの時ひばりちゃんに言われたこと、僕は怒ってないよ。だって実際事実だからね。だからこそ君を失望させないように努力しないといけないって思ったから。シオンさん。今はまだ途中だけど、結構やりがいは感じてるんだよ。君のためだと思うと、なおさらね。多分、これからはもっと忙しくなる。君が望む以上の結果を出せそうなんだ。だから、僕、この家を出ようと思う。え？実はね、昨日帰れなかったのは、海外で大きな仕事が入ることになって、その打ち合わせをしていたからなんだ。この仕事が決まったら、きっとしばらく向こうで暮らすことになると思う。それくらい大きな仕事なんだよ。思った以上に顔が売れちゃったせいで、ちょっと動きにくくなってきたしね。この家にもファンの子が、マスコミの目も気になるし、ちょっとの間日本を離れた方が迷惑もかけずに済むかなって。待って、迷惑なんて誰も思ってない。シオンさんがここに帰ってくることが迷惑であるはずがない。うん、君はきっとそう言ってくれると思ってた。だけど僕…そんな…大丈夫、心配しないで。別に二度と戻らないわけじゃないし、花婿候補を辞めるつもりもないよ。これは君に選ばれるための地位固め。だからこそ手を抜くわけにはいかないし、何よりも本気で取り組みたいんだ。
だから応援して、見守ってて。僕が君にふさわしい男になっていくところを。ふさわしい？うん、君が欲しがってた社会的ステータス、ちゃんと手に入れてく。シオンさん、私は…ごめん、もうそろそろ出なきゃ。少しでも君と話せてよかった。またしばらく会えなくなると思うけど、君が寂しくならないように、ハグよりもっといいものあげるね。好きだよ。だから。バイバイ、ひばりちゃん。またね。しおんさん！私